오늘의 한마디는 이대로 です. これを韓国語で 삼다 と 言います. 例文を 見てみましょう. 계란을 삶아서 먹어요. 卵を 茹でて 食べます. この時に 注意すべきところは 계란을 끓여서 먹어요 とは 言わないので 注意しましょう.